どうも、川若とパン、体パンパン、持田コシヒカルです。ドゥルン、ドゥルン。ということで、本日の動画は、踊ってみた動画でございます。約90キロ女子が、今回挑戦する踊ってみたは、流行ってますね。ケプラーさんのワダダですね。ワダダダってやつですね。ガール、またちょっとそこ私、ガールズネクストドアじゃなくて何ですっけ？ガルプラっていうなんか、大きいオーディション番組で勝ち上がった人たちでできたグループ、ケプラーっていうね、すっごい、もうみんな、鬼可愛いんですよ、メンバーが。で、そのダンスのワダダのサビをちょっと今日は踊りたいなと思いまして、練習しながら、最後は、サビを一通り踊ってみたいと思いまーす。ちょっとなんか韓国っぽいダンスっぽいスウェットを探したら、この間自由で買ったセットアップがちょうど良かったので着てみました。そしてガンガン踊っていきたいと思います。よし、頑張ろう。今日はおいしそうな先生ですね。鏡のようにして覚えてください。すっごい分かりやすい先生。前からいきます。5、6、7、8、かっこいい。行きましょう。はい。手はここからわだだ、めっちゃ出てくる、この手が。わだだ、わだだ。やってめっちゃ臭い。ちょっと待って。左からドンドン3回。で、右足からくっそ、マジで。かかと、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 かかこう見る感じ。こう見る感じ。ドーン。で、最後体重入れ替えて。きた。かっこいい。5、6、7、8。かっこいい。こっから左。くせーよ、まだ。ボーン。4、5、6、7、8。これね、TikTokでよく見る。ちょっと気持ち、後ろから、ボーン。もう後ろから前に、ボーン。閉じる。ドン、ドン、エンドン。で、足が左足。どうやってこうダンスを思い浮かぶんだろうね。で、左足から踏んでもらって、ファイン。あ、ここかっこいいよね。で、ニャニャ。ちょば先生、むずいむずいむずい。オッケーじゃない、オッケーじゃない。ちょっと待って。この手っていうのが、全然わかんない。腰ら辺で固定です。腰で手は固定。ちっちゃくちっちゃくって感じ。で、右腰出るときに右手の手首が。右腰出るときに右手が上がる。ドン。ドン。ドン。はい。なんかこう、ペンペン。あ、いいね。ドンドンドンって感じ。ダッダッダッ。したら、お尻をですね、今右に見せるので、こっから左に回しながら後ろに。左に回しながら後ろで。ダッ。じゃん、かっこいい。K-POP かっこいい。1、2、3、4。右足出して5、6、7、8。この左手っていうのが胸の高さぐらいの、胸の高さの左手で、それを右手がこう回してくる。平行に平行、床に平行、床に平行で平行に平行。で、あげます。1かわいい、ここ好きなんだよね。いや、遠くから見ると K-POP 感とかダンス感とか一切ないな、これ。太ってるなぁ、まだ。白着ると本当に。白じゃなくても太ってるけどさ。で、チャラな、右足。チャラ、右足と右手。チャラ、リアー。繰り返し。ここまで繰り返します。はい、先生。また右足出すんだけども、5、8、6。わかんない、先生。ちょっとテントが。先生わかんない。右足出すときに左手がパンチで、腕の高さら辺に机があると思って、ドン。机。したら左足浮かずに右手がボンボンボン。分かんない。さっきは足をさ、はい、右左右って踏んだの。そうでした。今回は右右右、ずっと右だ。右を踏み込む。この左足は、ね、動かないです。君に体を動かします。かっこいい。ここ繰り返す。熱い。で、今度は手だけ変わってポン弾める。ポン。したら次は一歩だけ進んだらもう次来る。チャーラチャーラダーワン
後半です。もう後半だって結構簡単。チャラララ。ヘイ。ヘイ。ついちゃった。太ってるから。ヘッついちゃった。これとかさ、私大体集中力アップでさ、こういう指遊びがあったさ、それしか知らないよ。よくこれダンスにしようと思ったな、すごいよね。はい、ここまで来たら移動します。5、6、7。もう一回クリック1、2、3。おめでとう。ということで練習が今終わりまして、なんか思ったよりやること自体はね、そんなに繰り返しが多かったので意外とできそうでした。持ち誰もちょっと今が通しでやってみたいと思います。ちょっとね、 K-POP アイドルになりきった気持ちでやりますよ。頑張ります。踊れてたかな。ちょっとミスりそうになったけど、気持ちはケプラでした。やってほしかった。でもあれですね、なんか早いしむずいし踊れないけど、誰でも真似しやすいというか、頑張って練習すればみんなも踊れそうな、まあ、すごい流行ってますんでね、 TikTok とかでも。ぜひ皆さんも一度踊ってみましょう。デブラーでしたね、完全に。私はなんかね、いつかはね、私最初のなんかなっちゃってここもなんかこういうとこも好きだから、またフルでね踊ってみたっていうとして動画として上げてみようかなと思ってます。好評だったら、もし皆さん的に太った女の子が一生懸命踊ってるのが好評でしたら、ちょっとフルでね踊ってみたいなとは思ってます。はい、ということで、もう今日はすごいおならが臭い日でした。はい、食物繊維しっかりとりたいと思います。どういう締めだよ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。わだだ。だ